サービスエリア着いたんだけど、トイレも行きたいかな。とりあえずまず便所。あ、ここでさ、ほらさ、観光地の場所調べられるじゃんね。ほら、あ、ここいいじゃん。五歳所ロープウェイ、長島スパーランド、ちょっと遠いけど、四日市コンビナート、伊賀上野城、伊賀流忍者博物館、これ行きたいな。今度はちょっと2泊3日ぐらいでもうちょっとね、企画できるな。で、これ、おかげ横丁、今度、今日行くでしょ、おかげ横丁。で、こっちはどこ？これはどこ？あ、そうだね、この夫婦岩みたいなやついいんだよね。どこだっけ、これ。16番でどこだっけ？そう、伊勢神宮行くんでしょ？だから今日これ見えるよね、これ、夫婦、これ、これを行く。伊勢、おかげ横丁行って、おかげ横丁行って、で、この夫婦岩を見て、夫婦岩を見て、で、博物館系はちょっとほら見れない、見に行けないだろうから、で、この獅子岩は遠いから、17、18？ これ、え、これ？真珠湾？真珠湾があるの？水族館も入れないだろうから、近いところで観光探さないとね。7番、このお城行きたかった。伊賀のお城、伊賀のお城。あれ？私、この伊賀のお城って行かなかったっけ？ちょっと記憶にないけど、伊勢海老とか食べれる？いや、伊勢海老は好きじゃないんだよ、別に。絶対あっち行って、この23のね、ここのこの岩も行きたかったけど、これがすごい遠い。あ、待って、世界遺産なの？え？世界遺産？え、そうなん？どっちみち和歌山行くから、待って、明日のお昼ここ行こう。覚えとこう。明日のお昼。世界遺産だってよ、獅子岩。どうも、マイマイです。おかげ横丁へ3年ぶりにやってまいりました。三重県です。でな、てか、てか。どこ行けばいいどこ行けばいいどこ、え、だこれ行けないでしょ、これ。あ、行けよ。え、子供がガラガラガラって、はい、あ、こうやってね。え、そういうことだよね。あ、ここにハートの石があるのか。これが内宮のね、おかげ横丁でね。他の人映っちゃうからちょっと何が何で、あ、どこにハートの石があるのかな。ちょっと待って、私さ今さ右手と左手カメラがインカメと外カメでどっち見ればいいか分かんなくなっちゃったんだけど、綺麗だよ、すごい。なんか何この屏風みたいな、もともとあったっけこの屏風みたいな。え、これ前からあったこんなの。え、これみんなこの観光地知ってる。どこにハートの石があるの。どこにハートの石が。え、じゃあさっきのさ向こう側も見なきゃいけなかったんじゃない。どこ、あ、大変、どこ、あ、本当だわ。まあこれなのね、ちょろめかしハート。まあ皆さんここに来たらね、ぜひとも、ね、このなんかその地下のそのそれね、あ、見てって、あ、そう、適当にやるからね。あ、なんかこう綺麗な趣だね、趣ね。これ何屋さん、何屋さんね、組紐屋さん。あれ見えて、何、伊賀の組紐です。あ、伊賀の組紐なんだって。伊賀の組紐、へー、ほら見て、ほら、おかげ横丁もうすぐね、もうすぐです。まあ変馬餅、あれ変馬餅もなんか言ってたよね、誰かね。変馬餅、うんこ餅ってこと？うんこ餅ってことだよ。変馬ってあれなの、あれ、そのなんか馬糞が餅、え、売り切れたの、大変。空いてていい、空いてて。お小水すごい行きたいの今。お小水だから、あの横丁内のね、え、どっかあった、もっと違うところに。この横にあった、大丈夫、こっちにもあるでしょ。こっちにもある、ね、こっちの、あ、郵便局がなんか綺麗じゃん、郵便局が。建物がね、こういうの本当なくさないでほしい。なんかあの京都とかでもさ、ま、町屋なんだよ、町屋母屋なんだっけ、あの昔のさ長屋とかをさ、なんか買い取ってさ潰しちゃうみたいのが今ちょっと問題になってるよね。やっぱりあのこうキープできなくて、ちょっと日本語がおかしくなってさ、キープ、あのなんだっけ、キープじゃなくて、あのなんだっけ、あの維持できなくて、やっぱお金かかるから維持ができなくって、なんかどんどん潰してね、新しい建物建てちゃうみたいな、
っと保存ができないみたいなのであれだけど、やっぱりこういうのも残しておいてほしいよね。海外で言ったらお城みたいなもんだもんね。そう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 。3年ぶりにおかげ横丁ね、綺麗。このどうも、誰ですか。なんか集まってきてくれてる、嬉しい、予想以上に。ここでね、思ったより満員電車だよ、眩しい。おかげ横丁、これで記念におかげ横丁、皆さん、ここおかげ横丁。そう、なんか昔ここのなんかこのね、招き猫みたいな前で撮った記憶があるわ、ほらね、おかげ横丁って書いてあるのよ。まずはそう、おしっこも行きたいです。すごいおしっこにも行きたいと思ってるんだよ、すごくすごくおしっこなんだよ。便所はどこよ、便所は。便所あっち、あ、便所。え、便所に行くのにカメラはいらないでしょとりあえず串に行きましょうね、串に。よいしょ、赤福美味しいの知ってるんだよ、赤福美味しいの行こうね。あと何があるんですか、どこですか、牛串みたいな、そのもう牛串だけでも、まあ、なんか素敵な水、なんか水がね、なんか水がそのね、なんかとりあえず水が溢れてるということでね。いやとりあえずなんか手持ちで食べれる、店内に入らなくてもいいっていうところにまず行きたくって、まあなんかおしゃれな水巻きですね、おしゃれな水巻きですね。そうそう、おしゃれな水巻きでね。あ、どうも、あ、映ってもいいのかな、イエーイとかって、誰ですか、普通のお客さんですか、酔っ払ってるんですか。あ、どうも、私も飲みたいわそれ。あとこれだね、あの丸ごとジュースね、これ丸ごとジュースとかね、ね、丸ごとジュース、こういうの買いたい。ちょっと丸ごとジュース買おう、丸ごとジュース、ま、間に合わない、丸ごとジュースも買おう、丸ごとジュース買おう、丸ごとジュース買おう、丸ごとオレンジグレープフルーツ一つずつください。はい、はい、はい、うん、勝手に取って勝手に取って。すごい暑い時期はいっぱい出ますか、ジュース。暑い日はね。ああ、なるほどね。レシートと交換に、はい、こっちで待ってね。はい、わあ、あ、そうやって作ってくれるんだ。見て、皆さんすごいですよ、なんかゴリゴリしてね、ゴリゴリしてジュース、まあまあ大変。あ、レシートをお預かりしますだって、イケメンですね。お姉さん、手冷たくないのね、え、冷たいわよね、大変よね。受け取りたい、それを受け取ってみたい、受け取ってみたいけど飲むことさえできない。飲みますね、無理やり。うん、美味しい、美味しかった、丸ごと。え、値段見てない、ここも開いてんじゃない、ここ無理やり、こことか。そう、ちょっとそのこう、そう、どうせっていう言い方なんだけど、全部食べたいんですけど。見て、これ可愛くない、この看板が。看板可愛いよね。閉まっちゃうから頼もう。エビマヨとペンペンでお願いします。はい、エビマヨとペンペンでお願い、お金でお願いします。伊勢のうまいかペンペンだそうです。伊勢のうまいかペンペンね。この名前はなんか意味があるの、伊勢地域だから。なるほどね、伊勢島、ハイボールね、伊勢島ハイボール。誰か取ってくれ、あの物を取ってくれ。すいません、物を、ちょっと待って、美味しそうです。うん、美味しい。うん、美味しい、これ。美味しい。うん、美味しい。これですか、なんかそのエビです。早い、何、はい、前々早く選手権ですか。はい、次コロッケです、次こ松坂コロッケです。はい、うん、うん、うまい。あのね、牛がね、まるでね、前々の口の中で駆けずり回ってるみたいな味。うん、おいしいね。うん、これですね、これがペンペン焼きとなっております。なんで、私の大食い選手権なのペンペン焼きでね、次食べてみましょう。あ、ちょっと、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 あ、ちょ
イカです。美味しいです、イカは。美味しいです。喉から手が出るうまさ。あ、お水がいる。あれ、私の喉、私のオレンジ。喉から手が出る、喉から手が出るうまさです。うん、いや、おかげ横丁来てよかった。うん、いいここ。うん、返します。あ、これティッシュ。あ、なんて素晴らしいんでしょう。うん、喉から手が出ました今。うん、なんか出た。この年になると口からいろいろ出ます。口から出ます。ちょっと次行ってみましょうか。多分私明日筋肉痛なんだけど。ね、私筋肉痛。これはなんですか、お腹の成長剤？え、なんか有名らしい。でも、もう有名は全部いこう。有名は全部いこう。有名は全部ね。お餅。赤福ってなん、どういうんだっけ？お餅をあんこで。あんこまんじゅうってことだよね。なんかね、焼くんだよね、なんかね。焼くんだ。あれ焼かないっけ？焼かない。日本はあそこにある。そっか。おさゆさんの赤福2個入りで。2個入り。何個入りからんですか？ 8 個入りあるんですか？あ、それでお願いします。それをください。2個入り、皆さん2個入りも人気すぎて売り切れますから、皆さんもっと早く来て買いましょう。もっと早くね、早く来てどんどん買いましょう皆さんね。これが牛ですか？牛握りです。うん、柔らかくて口の中でとろける。ご飯と合わさっちゃう。あ、すごい、ね、うん、唇が、その唇がね、すごい唇がプルプルになるような脂肪分、うん、味です。うん、まあ、美味しいってことです、つまり。うん、中なのかな、お土産は中なのかな。大丈夫、気をつけてね、転ばないようにね。なんか、なさげ、お面がある。伊勢のカッパ、カッパとかある。カッパ。うん、全然大根おしゃれね。全然大根おしゃれ。閉まっちゃいました。閉まっちゃったかな。まな板がすごい。まな板がね、まな板とね。二代目。二代目しゃもじ。二代目のしゃもじ買う？あ、あっこまな板、火のまな板ないね。しゃもじはないです。しゃもじはないでした。番、あれはあったよね、番傘が。うん。おせんべい？これも？ああ、濡れおかきか。そうなの？すみません、行ってください。すみません、お伝えしたい。すみません、お伝えしたいで。こちらがどのように、お伝えしたいで。え？本当に？あ、みんな、ここの店員さんが映らなくていいけど、TikTok 見てるんだって、前々のこと。嘘、本当に？嘘。ちょっと名称渡してごめん。そうなの？あ、お財布取った。入ってるんだ、ここに。そうなん？あ、それもできます。あ、それ全身2枚だった。これどうぞ。なんですって？なんですって？皆さん、なんですって皆さん。まあ、知名度、みんな知名度、ふー、知名、皆さん知名度上がってますよ。やっぱ TikTok の方がフォロワーが多いからだね。TikTok 3万人。あ、濡れおかき、抜いていい？ドゥドゥン、これが濡れおかきなん、そうなんですけど。うん。うん。うん。そうですね。濡れせんべいとか同じようね。うん、もちもちでね。うん、普通のおかげですよ。美味しいですよ。うん、買った方がいい。食べますか？お二人食べます？いいですか？ダメよ、男の子は遠慮しちゃ。ね？遠慮しちゃいけないわ。ありがとう、頑張ります。頑張ります。スーパーに売ってる。これ、うん、スーパーに売ってんの？売ってる。そんなこと言っちゃいけない。よく買う。よく買う。うん。こんなこと言っちゃいけない。あ、スーパーにあるほど
メジャーでいいものってことですよ。そう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 、持って帰りますね。その草履とか可愛いじゃん、草履、その草履なんかその草履とか可愛いじゃん、これ草履、草履可愛い、草履これに大人用、大人用ですか、大人用ですか、可愛いよ、ほらなんかこういうとこで日常で草履履いちゃう。え、別にこれ赤だろうと何だろうと関係ない、同じ大きさですか。あ、ちょ、だ、ど、な、な、あ、女性用、あ、手前が女性用、手前が女性用で、こちらの方が男性用、うん、何センチが目安なんですかこの。あ、男性用です。男性用にしても、私足ちっちゃいんですよ逆に、あの20ね、6とか入ってるんですよ男性にしては。あ、だからかかとが余る感じです。これだったらでも水彩、そうですね、これでしたらちょうどいいと思います。あ、逆に、逆に、はい、本当、何色がいいかな、ちょっと鼻の柄がどうしても。あ、いいんです、あのオカマですから。あ、オカマでんで、でしたらもう、あの、最終的にはこちらの、本当ですか、じゃあこのちょっと赤ください、赤、はい、皆さんね、ドタバタのお構いまいなんですけど、これからもドタバタでとんでもねえアングルで YouTube 撮影をしていきたいと思います。はい、はい、そうです、忙しいが止まらない、そんなロマンティックが止まらないみたいに言わないで、そんなロマンティックが止まらないみたいにね、誰が CGB だね。あ、ごちゃごちゃごちゃ、イケメンですね。ありがとうございます、ね、イケメンですね。何の撮影ですか。 YouTube な、 YouTuber なんです。あら、どうぞ、大丈夫です。本当はいくらかで乗れるんですか。本当はね、もっと早い時間だったらね、ね、早い時間に乗りたかったわ ね、 ね、今度は、今度来ないとね、今度体感コース、何分なんですかこれ、何分、10分ぐらい、10分ぐらいでさーっと、へえ。走って、撮って、乗りたいね。ね、はい、今度お願いしますね。今度です、皆さん、結局ね、時間がないから。マイマイのドタバタおかげ横丁歩き、いかがでしたでしょうか。こんなマイマイに、マネージャーをつけたい。一人での撮影、かわいそうだから、もっと伸びてほしいという人は、チャンネルと高評価、よろしくお願い申し上げます。逆に一人だからこそのドタバタ旅、そのままでもいいよなんていう方もチャンネル登録はよろしくお願い申し上げます。あれ、私2回同じこと言った。ごきげんよう。